はい、こんにちは。今回は鼻洗浄や鼻うがいについてのお話をさせていただきます。ハウスダストや花粉などのアレルギー性鼻炎や副鼻腔炎などでお困りの方はいませんでしょうか。あと僕なんですけど、どうしても春先になると花粉症で結構悩んでたんですけど、昨年まではコップに生理食塩水を作って鼻から吸って口から出したりして鼻うがいをしてたんですけど、どうしてもちょっとやりづらくて、何かいいものはないかなと思ってずっと探してたんですけど、最近ちょっといいものを発見しまして、それがこちらです。実はこれ2つ目なんですよ。で、1つはもう自宅で使ってまして、とても使いやすかったんでね、皆さんにご紹介できればなと思います。これはサロンに置いてお店で使おうと思います。で、こちらなんですけど、そのアレルギー性鼻炎などでもいいんですけど、ウイルス対策としても使えるかなと思ってます。では早速こちらを開封していきたいと思います。それではこちら開けていきたいと思います。これですね、ノズルが2種類タイプがあります。それでは実際にこちらを使った鼻洗浄の様子をご覧ください。こちらにお塩をすでに入れてあります。で、ぬるま湯を少し入れていきますね。こんな感じです。そしたらよく振ってかき混ぜてください。はい、しっかり混ざりました。じゃあ鼻洗浄していきます。これを逆さにしても出ないんですけど、ここですね、ここを押してくださいね。反対。鼻腔の中にお水が残ってると思いますので、少し頭を下げて鼻を噛むようにしてください。で、首を左右にちょっと上げながら、そうするとしっかり鼻の中に残ったお水も出てくるので、で、このまま普通に鼻を噛んでしまうと鼻腔の中にまだお水が残っている場合があります。なので頭を下げて少し左右に揺らしながら鼻を噛むと、しっかりその鼻腔の中のお水も出てくるので、そのようにやってみてください。ということで、実際鼻洗浄をしている動画を見ていただいたんですけど、洗浄する食塩水は生理食塩水と同等の塩分濃度の 0.9% ですねの食塩水を作ってください。で、300g ですので、だいたい約
0.3g の塩を使ってこちらのボトルで食塩水を作られるといいと思います。でこちらなんですけど、その水流が弱いと感じる方の場合はここの裏のボトルを押しながらこの容器を柔らかいので少しこう押すと水流も強く出せると思いますので、そういった工夫もありかと思います。あとその作った食塩水に発火油などミント系のものをちょっと垂らして洗浄するのもすっきりしていいようです。鼻洗浄は花粉やハウスダストのアレルギーで困っている方や副鼻腔炎の予防、あとウイルスの対策としてもいいと思いますので、僕が昨年までやっていたようにコップで食塩水を作って鼻うがいしてもいいですし、こういったものを使って簡単に鼻洗浄もできるので、ぜひ習慣として鼻うがいされたらいいのかなと思います。でこちらもし気になるようでしたら下の概要欄に詳細載せておきますので、そちらをご覧ください。では本日もご視聴ありがとうございました。